<laughs> あと1回やっていいですかこんなのあ、やり直しあのー、やっぱり初めて大事じゃないですかいやそりゃそう最初で掴むんですよ、うん、あなるほどラジオ番組っていうのはあじゃあもしかすると今掴んでるんですかいや掴めてないでしょ <laughs> 完全に逃がしてるよ今,今逃てる逃余裕で逃がしてる掴んでない見てもないわ <laughs> あやり直し メリーズインまャンルメンいやー始まりましたね4時1分でございます <laughs> えー4時から生放送なんですけれども時刻は4時1分ですさあということで12月22日 はい、2017年のアジラジ的、ラストの金曜日のね、放送ということで。 ああ、そうね。はい。イラミナセキさんです。イエーイ。イラミナセキでーす。やっぱりな、正月断チしてる人はテンション高いわ、これ。やりづらさよ、や。なんで、あの、この、やり直しに付き合わんといけんば。あの、多分これ、今年始まって初めての、あの、失敗ですね。つまずきですね。嘘つけ結構あったわ、この失敗。遅刻したりを。あまあ、そんなのありましたけど、ただ、この、出だしっていうんですかね。はい。夜って言っちゃうっていうね。だから、珍しいですね。いやもう やってんでしょ多キーハイはちょっと意味わかんないですけどあのあれクリスマスが目の前控えてるじゃないですか <laughs>、ね、ああはい週にあさって、ね、明後日ですかねあさってしあさってとありますけどほ、うん、な気分的には正月なんですよ本当にまあなみそかとかさあの辺なんですよみそかなんでお「お」つけないのかわかんないですけど <laughs> まあそうね、まあ、クリスマスはあるけど、うん、まあ年末っていうのがどうしてもちょっと意識はするわそう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 ,そう確かに。 クリスマスを考えてるのは僕の中では、うんえー、お甥っ子めっ子たちとのクリスマス会とかプレゼントの買い出しにね、はい、行くとかっていうのがもう頭にあって、うん、楽しむっていうところまでさすがに行けてないですね。 どうしても周りに子供たちがいると、うん、やっぱそっちがもう主役ですから。うん、まあ僕らはもうどうしても大人はみんな、子供たち子供たちってやるのはも、これ仕方ないよ。なるほど。だって僕らも子供たちに子供たち子供たちされてたんだから、子供時代。ああ、そういうことね。はい,は,いはい。うほうほうどうですか、クリスマスは。<う>家族で、どっか美味しいのでも。 なんていやーどうだろうね、まあ、あなたのところ新生児いますからね今ね新生児がいるんですよ <laughs> 本当とに、まあ、それ連れて甘く回っちゃうっていうのはちょっと難しいわなうんじゃご自宅でそうなんですよああいいじゃないですかクリスマスプレゼントとかもう考えてんのえ全然考えてないああそううんああもう日がないじゃないですか そうなんんですよね何がいいんすか、ね、ああ分からんよな、うん、相手からこの欲しいものを聞き出す、うん、うまいことこの相手が欲しいのをプレゼントしてわー,ーって言わしたい、うん、みたいなのはみんな誰もが思ってることだと思うんですけどな<ー>なかかか難しいよね確かにね確に何が欲しいーってこの12月入ってから聞いてもうやし。 まあ、早すぎるというか、うん、まあ今だったらいいんじゃないですか。まあ、ギリギリで聞いて、果たして間に合うのかっつうのはあるんだけど、うん、相手に悟られるやしあ、悟られ。あれプリ、プレゼント探っちゃんみたいなこと思われるかも性あるわけ。あの、すみません。誰を対象に言っていうんですか。いや <laughs> いや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 。<laughs> いやいやいや一応で、ね、僕の言葉で今言いましたけど。<laughs> あイライナサンタ的な話ねそう。そういうことです。うん、ただ、前もってこの夏バグラに聞いても、うんうん あーノースリーブとか言われても12月に上げるわけにもいかない,じゃないか、まあ、イメージがねなかなかそういうタイミングって皆さんどうしてるのかなというのはあるんです、ね、まあ多分今日とか明日とかそのクリスマスの買い物とかでね<ー>、えー、大混雑でしょうねこの間平日に来カも行ったんですけど、はい、人の多いことあそううん あのやっぱりそのプレゼント探して歩いてるんだろうね。うん、トイザラスなんて大変なことになってましたよ。ビッグまあ僕がトイ,ラストイザラスに行ったわけじゃないんだけど入り口見えんじゃん。大混雑でしたよ本当にもうホームアローみたいな感じかなだからその子供たちが学校行ったりとか、うん、まあどこまで行っていいのか分かりませんけどそのプレゼント買いにね、はい、ちょっと行くっていう方々がもう平日狙って行ってんでしょうね。 もう意識的には、ねまあ、あの世代によって違いますけど、うんまあ、子供たちはもう目の前のクリスマスで,うん、うん、でまたあの2学期終了だったりとかそんなこんななことででしょううねねきっとねどうすかプレゼントあげた時に「モリコプレゼント」ってあげるじゃないですか目の前であけてほしいタイプそれとも「いやいやあとであけてあとであけて」けてっていうタイプ 全然目の前で開けてもいいし後ででもいいんですけど一番嫌なのが別のいとことかが開けるっていう一番嫌なんですよ。本人以外がなそうそう開けたいから他の子も包まれてるこの箱なんて見たら子供たち開けたくて仕方ないからもう誰も彼構わず開けちゃうわけな。でしまいにはこれ開けて後に出よう。 今日借りていいとかっていうのも出だしてから、<laughs> 本人もまだ遊んでない。なんでないのに、今度返すから、今借りていいとかうわけ。いや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 、もうそこら辺子供たちは遠慮、遠慮知らずですからね。<laughs> もうあげた側はよ、もう、はあ、ど、どういう気持ちになっていいわって感じですよ本当に。だからな、いやいや、これはもう、この子だよみたいなね。うん、ことでやるかもわかりませんけど、ただ、人のものっていうのも欲しくなっちゃうからね。ああ、どうしてもね。自分はこれが欲しいって思ってたけど、他の子があれをプレゼントでも。ら もらったらはこれでも良かった。やつさって思っちゃうんだろうね。多分ね、うん、まあ、あ<ー>その場のなんかこうテンション的には開けてもらって驚いてもらって、あの、うん、喜んでもらいたいのは山々なんですけど、はいはい、できればですね。あのお家に。 帰って開けてもらいたいですね。一人になった時とか。ああ、うんうんうん。後日。後日。まあ、後日っていうか、ちょっとこの現場から離れた時に。ああ、その日の晩とかね。っていうのはなんか、うんうん、あれ欲しかったなって思ってもらったら、もう、たまったもんじゃないじゃないですか。目の前で子供に愛想笑いされても腹立つしな。あ、これじゃなかったばみたいなことになるからね。ねえ<ー>。まあ、そこら辺、大人も子供も気使うところかもわかりませんけど。でですね、うん、あの、まあ 僕ら大人といえば、はい、えー、今日実は宝くじの発売最終日ということで、うんまあ、めっちゃ並んでた、年末ジャンボか、残り物には服があるとかいう迷信を信じて、うん、か、慌てて買いに行ったみたいなことか。でしょうね、どうですか、宝くじ、あの買いました,あ買いました。僕も買いましたよ、はいお んなんかね今年は10億円のやつと万とかかだったかなあのミニとか,なんとかプチと,か,プチとか,なんかあるよなありますあれよ種類多いと何買っていいか分からんわけよ僕はプチを買いました <laughs>、まあ、人間的にもプチですから、ね、<laughs> あたねまあ合ってると思います <laughs> だからね、これね、あの、本当に、もう、嫁とも相談して、どうしますかと、今日最終日ですせと、目の前に並んでますせと、一応、並んでるところには並ばないけど、空いてるところ探して、一応、ちょっとだけ買いました。あ、そうな。いや、ほら、みんなこの当たる当たるっていうところに並んで買うじゃないですか。確かに、あんだけ人並んだら誰か当たるわな。って言いたいんですよ、僕は。なるほど。だから、あの、全然当たらないところに、いや、 あっち出てるらしいぜみたいな噂を本ンって投げたら、うん、みんなそっちで買うと思うわけよ。わちゃわちゃねしますよね。ああ確かにな。だけど宝くじの当選番号をいつも楽しみに見ますけど、はい、あ当たったらどうするみたいな話から当たってもあんまりテンション上げるなよ地雷って本当に当たらないじゃないですか <laughs> <laughs> 逆に下がるじゃないですか <laughs> <laughs> 本当にこんな番号存在する場ぐらい一個も当ってない時あるからねああるるね。あるね なんでよって言いたくなる本当に、うん。もう最後の鳥では、芯何桁、一桁に、うん、あの、300円いくつ当たってるかですよね。<laughs> お願い、もう、3、何 <laughs> て言うの <laughs> ?1 個だけでもいいから当たってくれみたいなことは願うばかりですけどね。え、これって発表は12月の31日でしたっけテレビで。 でそうですね、確かそのね、あの、的に、的にポンポンやって。パジェローみたいなのが、そう,そうそうそう。6つぐらいやってね。うんで、うん、新聞に確か載るんじゃなかったで,すか、ね、でしょうね、まあ、きっとね。最近はお手元の携帯でね、インターネットで調べることが多いですけども。どうなんでしょうかね、今年はね。今年の最後、笑って終わりたいですね、そういう意味ではね。本当そうですね。はい、うん。さあ、アジクータラジオ2017年、アジクータラジオ的には金曜日が今日のラストとなります。えー、最後までお付き合いください。 アジーータラジオ今日のオープニングソングは WAM でこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディスクリニック株式会社上グ組の提供でお送りいたします。 さあ、時刻は四時十七分になりました。メッセージのコーナーです。このコーナーは、アイ・レディスクリニックの提供でお送りいたします。えー、今日の沖縄タイムス、地域面の中です。けれども、こちら、紹介していきましょう。百歳、毎日楽しいよ。大気味の平さんの話題です。えー、大気味。村の平聖子さんは、規則正しい生活を続け、満百歳を迎えました。現在も健康そのものだ。 散歩しながら草花を見るのが好きで月2回のミニデイを楽しみにしています。私は一日一日を楽しんでいる。楽しむことが長生きの秘訣かもしれない。と笑顔を浮かべます。平さんは毎朝5時に起床。いつも決まった時間に起きるから時計と一緒だよ。と話します。顔を洗って身だしなみを整え、紙を溶いてから紙棚に手を合わせます。 耳も目もすべて元気というように新聞はメガネなしで読むそうです。毎月第1、第3木曜日は公民館でミニデイがあります。この日のミニデイ眼中会は放年祭のビデオの鑑賞とユンタク支援員の健康チェックがありました。昔はテレビがないから放年祭が一番の楽しみ。私は18歳で浜地チり えー、など踊ったと懐かしんでいたということです。訪年祭の映像を見ながら、沖縄戦の体験を語ってくれました。米軍が上陸し、大宜味村と東村の境の山奥へ逃げました。山から海を見ると軍艦だらけで怖くなり、山から山へと避難した。沖縄戦の話をすると心が痛む。私たちが隠れていた避難号に来て、銃を向けたのは5人の日本兵だった。 食料は全部取られたと振り返ります。27歳で7歳年上の、えーまあ、旦那さんと結婚し、子供4人、孫9人、ひ孫7人に恵まれました。災、え、害、ー、の夫は80歳で他界しています。私は散歩をしながら道端の野草の花をめでるのが好き。ミニデイでは支援員の子、えー、さんが どんな花を生けてくれるのか楽しみなのよ、えー、今日は霞草のような花だねとコップの花を観察したそうですはいということで、うん、大喜味草の平さん、えー、花をめでるのが大好きということで今でもですねその新聞も眼鏡なしで、えー、読んでらっしゃるということですね、うん、いや元気ですねはい、まあ、100歳という年齢の方をね、うん、こう ラジオやテレビ等々でよく耳にはしますけれども、うん、やっぱりすごいんだよね100歳って言われると。ですよ。うん、でそうやって取り上げられるこの100歳の方ってすごい元気じゃないですかまた。うん、なんかね頑張らないとなって思いますね<ー>。日1日 楽楽ししむこととだよというねみた多分平さんの中で今日何しようかねとかねうん、うん、どんな花をちょっとこう見ようかねとかいろいろ楽しみを見つけてる人かもしれませんね。だねその戦争の時の、ね、お話とかもですね今でもねこう鮮明に覚えていらっしゃってて、うん、で今はもう散歩しながら、えーまあ、自然に生えている花を、ね、見たりとか。 あと、こう、うん、支援員の方とのね、いろんなこう話をするのが大好きということらしいですね。えー、今日の沖縄タイムス、地域面の中から紹介いたしました。メッセージ、このコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りいたしました。 さあ今日は12月22日は月とということで東寺、まあ、沖縄で「プンジ」っていうねんか1年で一番昼が短いと言われてますけどもそうらしいっすねうん,うんってことはまたこうあれなんでしょうまた昼が長くなっていくってことでいいのかなこれからだんだん短くなってきて今一番今日が短くてまた長くなっていくわけでしょへ、うん、えー、12月だけどね いや確かに、あのー、日が暮れるの早いなっては最近よく思ってたんですけど、はい、これからまた少しずつ長くなっていくんかなって思うとちょっと変な気分であるなだってこれから1月2月って沖縄も寒い時期に入ってくるじゃないですか,、うん、か冬は日が暮れるのが早いっていうイメージがあるもんですから、うん、なんかこの12月の22日に当時で一番昼が短いですよ言われてもーって感じはするなうんまあまあ実際そうなんでしょうけどね。 夏に比べるとやっぱりこうまだ暗いですからね,そうね7時とかでまあどうなんだろうな朝は日があ夜が明けるのが遅くて日が暮れるのが早いとねなんかこうどうなんでしょうねあまりこう。 よっしゃ朝だぜみたいな感じもないような気もしますけどまだ布団に入っていたいなーって思っちゃう季節ではありますけどね<ー>、うん、もうあれだな僕も完全にもうこんな言ったら怒られますけどうん、うん、年かもしれませんね <laughs> あのー、目が覚めるんですよ朝 <laughs> 言ってたねはい何時に覚めるんでしたっけえ何時に覚めるんですかあの時計がね、うん、あのー、本当にね 寝てるところのちょっと視界に入ってるところで何時に起きてるか分かんないんですけど朝方なんですよ一応朝方、はい、<laughs> 朝方起きるんですよそれ起きてまた寝んのえっとんかしてう,ん、うね折ってね寝るんですけど <laughs> なんかダメージありますね <laughs> いや朝早いのはいいことなんだけど多分早すぎるんだろうねあなたの場合ね。とかあまあなんかこう体がね同級生でいるわけ一人<ん>僕の身の回りいるんですよ、うんあのー、どんなに前の日遅くなっててもこの時間に起きる、うん、あ日曜の朝でもたいもう、うん、まあ午前中なくすぐらい眠るんではなくて必、うん、ず起きるっていう人がいて。うん やなおじいやーって言ってたのはつい最近のことなんですけど <laughs>、はい、気が付くと僕もね追いついちゃってるっていうねあ早起きはいいと思うよ、うん、思うあのー、なんかね一日なんかやりたいなと思って、うん、いつも早く起きよう起きようって思うんだけどなんとなく休みの日は午前中だらだらしちゃうのが実際で、うん、早起きできればもっといろんなことできたのになあもう夕方なっちゃったなとか思う時あるしねあそうですかうん、うん だからといってあなたみたいに夜も明けてない時間から起き出して何かやるっていうのはちょっと首をかしげますけど <laughs> <laughs>、まあ、目が覚めちゃうんだから仕方ない夜はでもどうなの早く寝てんの夜ですか、うん、ああでもあの娘寝かしつけとかではあ、はあ、ついでで寝てしまうこともありますねでもねまあまあそうか、うんうん、うーんどうなんだろうねでもあれなんでしょこう体が慣れてくんでしょ うん、短くしかもう短時間しか寝ない人はそれでも大丈夫になるんでしょだと思いますなだからいや最近なんかねいつもね3時間4時間しか寝てなくてとかいう方多分体慣れてらっしゃると思うんですよね多分ね <laughs> <ー><ー>だからいや最近結構寝てるんだよな8時間9時間寝てるぜっていう人はもうそういう体になってるからねうん 何がいいのかかはよく分かりませんけどね、はい、早起きできればそれに越したことないと思いますけどさあ「味クーターラジオ」週末金曜日、はい、じゃあ今日の番組のテーマなんですけれどもじゃあ伊良美さん発表でお願いします。はい、プレゼントあ、えー、げて公開もらって公開 はいということで、はい、週末金曜日の今日は公開の話っていうことですねまあそうですね、うん、えっと、まあ、クリスマスも近いっていうこともありますしいろいろとそのプレゼントしたりされたりする皆さんの歴史の中で、うん、これはやばかったぜっていうのがまあ多少あるでしょうとあのー、ついでで聞いていきたいんですけど、はい、あなたの小学校時代とかは、うん、親にそのプレゼンあっせがんでましたね あそうですかはいえええっぼちゃんこれ欲しいのみたいなうんまあまああのね僕ね早いんだよまだまだ全然時間たってないですかあ早いですか <laughs> 当時当時 <laughs> 日が暮れてからにしようぜこういうのは <laughs> あなあ <laughs> 恥ずかしい <laughs> 明るいからね明るい時間にこれ恥ずかしい <laughs> いやそれはそうですよだってもう まあ、低学年の時はそりゃね、はいまあ、ラジオでどこまで言っちゃっていいのか分かりますまだまだサンタさんをちゃんといらっしゃると思ってる方も聞いてると思うんで、うん、あれですけど一応ちゃんとこうプレゼントは紙に書いて<お>書くなりあの直接伝えるなりしてましたよ、うん、あすごいその辺ちゃんえ誰に教えられたんですかその辺俺全然そんなことやった覚えがなくていやーやっぱもう学校でじゃないですかへえー、あ友達とかそう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 へ、えー サンタクロースって俺らしいぜみたいな話から、そう,う嘘だろうみたいなそういうことなんじゃ全然覚えてない覚えてもいないけど、自然とやっぱりそういうのは気づくもんじゃないですか。えー、いやそんなもんやっけだぜ大人になって知らんとか。<laughs> 何が？ええー、サンタさんいるんでしょうとか言われた。ああそういうことね。おんお<ー>おーっていうちょ。いやでも <laughs> あの広いくくりでいけばいますからね。はいはい いやいますよいますよ本物とかっていうねちゃんと試験を受けてねっていうところもありますからね、はあ、いますいますだからサンタクロースっているんでしょと言われたらいやいますようんねまあそれはもうあれじゃないですか恋人もサンタクロースじゃないですか恋人もサンタクロース<笑><笑>ユーミンですかこれあじゃやいやいや<え>いや,いや別にかけたつもりはないです <laughs> そんなつもりはないあそうですかはい、はい、あのー、僕も僕の時は はい、ゾイドっていうの分かりますわかるぜゾイド<ん>ゴジラ風なのとキングコング風のあああったあった,あった,あった正義と悪の両極にいるキャラクターがいておんおんおんゾイドやそれの僕はゴジラ風なやつを欲しかったんですよ <laughs> はい、はい、でそれをあの今でも写真に残ってるんですけど、うん、なぜか知らんけど家庭訪問でピアノの前で 俺とお母と先生で写ってる写真があってなんだマコノスで <laughs> そのピアノの上の方にそのゾイドがあるんですよああ,あ,あいいじゃない,い,い,じゃない多分僕は多分その写真に写るんだったらはい、はい、クリスマスでもらったゾイドああえー、多分5月ぐらい4月5月ぐらい家庭訪問ですから 去年いただいたゾイドを引っ張り出してきて、ピアノの上に置いたんでしょうね、<laughs> きっとね。あなたにもそんな可愛い歴史があったんですね。<laughs> <laughs> いや、いや、いいと思うよ。こうやってクリスマスにもらったプレゼントこんな夏場までさ、<laughs> 春先まで大事にするっていうのは。 親としてもこれは嬉しいと思うけどな、ゾイドンディ。だそのゾイドは、うん、このゴジラ風のやつは4,980円ぐらいだった。これ覚えてるわけよ。<laughs> 今でも覚えてるわけ<や>るあの頃、消費税ないから。<laughs> いや、そうだけど。あの頃。いや、まあまあするな、ゾイド、そして。キングコングのやつは、79%ぐらいだもん、はい。もっと高、もっと高かった。高かったわけよ、あれは。さすがにキングコングはお値段できなかったですけど。いや、ゾイド俺も持ってたよ。 ななあのな何かを何かをいっぱいいましたからねあのゾイドの出足はゼンマイだばよなあそうだっけかあのそのゴジラとかは電池だわけよあなるほどなるほどだけどあの出足はゼンマイだわけ出足 <laughs> <laughs> っていう言い方はあれだけど <laughs> まあちょっとこう小さい、ね、<laughs> 小さな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  なんか今振り返るとあれめっちゃおねだりしてた気するなと思っていやいやほらもう僕ら同世代ですから、うん、やっぱりあの男の子が欲しがるもんってそういうもんよねあのガン,ガングっていうかねそトランスフォーマーとかなんかああいうのをね小学校の時はおねだりしてたような気がしますね男の子はね大概そんなもんですよね、うん、砂場に持って行って、はい、遊ぶけど、うん、何個か埋まってる場合 <laughs> 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 もうあれだ部品ばらした後に締めていくんだけど <laughs> <ー>な,なんか余ってるけどみたいなあんなパターンですねこれねいや懐かしいな今の子供たちはどういうのをこう欲しがるんでしょうねでも基本的に男の子が好きなものっていうのはこういう系なんじゃないですか多分、はい、いやでててすか、ね、いやでもほら最近の子供たちのやつなんてさ、うん、あれじゃないですかもう仮面ライダーにしても、うん、ヌーガラライダーとかいっぱいいるんだろはいはいはい,はい、はい、あれ大変らしいぜ なんとかドライブとかでしょ。そうそう,うあのベルト一個買って終わりじゃないらしいわけよ。このベルトにタックアスいろんな部品がたくさん,あんだって。はい、だからそれもあの部品が欲しいこれが欲しいとか言うらしいよ。よ 怖さよなんか凹凸オスメスがあってそれを入れると「借金何とか何とか」ってこのセリフが変わったりとかねあるんですよねあれね。んか友達のわらばが持っててこれを入れたらこんな音が鳴るんだよみたいなこれになれるんだよっていうのを永遠説明されて「うん」っつって最後「ああそうかそうか」って最初らへん言ってたけど最後らへん「って言ってた。 <laughs> いや大人はな、うん、あの持って「お」おの「お」のリアクションがピークですから,らねピ <laughs> ピークピークク今日の番組のテーマはですね「えー、もらって後悔あげて後悔のクリスマスプレゼント」というテーマで、えー、メッセージをお待ちしております。 じくたじよみ,みんなみんなラジラジかじったくたジオみんなみてねーバイバーイ 761へうむねふう761大でたぎ。 さあ時刻は四時三十五分になりました。この時間ゲストの方いらっしゃっております。えー、ネクスコ交通管理隊隊長の前里と勝弘さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。高速道路の安全快適な利用について、えー、交通管理隊の仕事内容について、前座さん改めてよろしくお願いいたします。はい、えー。西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社の、えー、交通管理隊という部署ですけど。 仕事の内容なんですけど高速道路の安全と円滑な交通の確保を図るため365日24時間体制でパトロールしておりますパトロール中は常に交通事故の要因になりかねない路上障害物、まあ、主に落下物がないかどうか確認しています異常を発見した際は警察や消防などの関係機関と情報を密にしながらいち早くおくさまへ 的確な情報情報版などで提供するとともに安全を最優先に快適な高速道路の利用提供のための活動をしていますまた交通事故や落下物などの通報を受けて緊急出動し高速隊と連携して現場の交通誘導などを行って二次事故が発生しないような活動をしております高速道路利用者に守ってほしいことってありますか はい6点ほどありましてその一つが積載物の落下防止についてであります高速道路は1日数件の落下物の通報があります落下物の種類は角材や脚立などの建築資材自動車部品各種家庭用品など多種多様ですこれらの落下物への乗り上げ事故も発生しております 8月には脚立への乗り上げ事故10月にはタイヤの乗り上げ事故などが発生しております幸いいずれも人身の怪我はありませんが一歩間違ったら重大事故になりかねない事故です、うん、で落下物への乗り上げ事故は大変危険で重大事故の発生が懸念されます貨物を運ぶ際はカバー掛けやロープでしっかり結束するなどして落下防止をしていただきたいと思います、はい 2つ目ですけど交通事故や故障の際守ってほしいことがありますそれは高速道路で交通事故や車が故障した場合ハザードを点灯し三角表示板などを設置して後続車に対していち早く事故や故障の発生を知らせてくださいその後素早くガードレールの外側など安全な場所で待機し「シャープ #9910」か1 1番へ通報してください、うん 全国の高速道路上での死亡事故の特徴としまして事故車や故障車のそばで立っていて後続車にはねられたり車内にとどまっていたために追突されて死亡する事故が発生しています。高速道路では交通事故や故障などの緊急時やむをえず本線車線本線車道や路肩に駐車する際はレッカー車が来るまでの間は、 ガードレールの外側の安全な場所での待機をお願いしたいと思いますで3つ目ですけど十分な車間距離と安全速度についてであります沖縄自動車道は最高速度が80キロと指定されています法定速度の100キロと勘違いしないようお願いしますまた雨天や工事など道路事情によっては50キロ規制する場合もありますので注意してください また前の車との十分な車間距離がなく落下物など突飛な対応ができなくて重大事故につながるケースもありますので車間距離は十分とってください。で4つ目です。高速道路本線での駐車はやめましょうということであります。高速道路の本線路肩で駐車して仮眠したり携帯電話で電話している方がいます。危険ですので休憩や電話は安全なサービスエリアか パーキングエリアでお願いしますで5つ目ですけど故障を未然に防ぐために車両点検を行いましょう高速道路での故障の通報が1日数件あります最も多いのがタイヤのパンクで次にエンジントラブルオーバーヒートの順となっています故障による二次事故を発生させないために 車両点検を行うことによって未然に故障や事故を防ぐことにつながります安全で快適なカーライフを送るために車両運行前の点検を行いましょう最後に逆走車や人の立ち入りを目撃したら「シャープ #9910」か「1ドバンへ迅速な通報をお願いします高速道路は自転車や原付車 125cc 以下の自動二輪車は通行できませんまた歩いて通行することもできませんえところが外国人がナビで案内されてのご侵入や認知症・デイスイ車などの侵入がたまにあります歩いているのを目撃された場合危険ですのでシャープ9910か1副0番または最寄りの非常電話での情報提供をお願いします また、車の逆走を目撃されましたら、目撃場所、直近のキロポストと進行方向、車両の特徴などを迅速に通報していただきますよう、ご協力をお願いします。はい、えー、では前澤さん、はい、最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いリスナーの皆さん、白色に青色のラインが入った車が交通管理隊の車です。 赤色灯を点灯してサイレンを推明して交通事故現場や落下物回収のため緊急走行している場合は道を譲っていただきますようお願いします交通管理隊は高速道路を利用されるすべてのお客様が安全で快適に利用できるよう活動していますのでご理解とご協力をお願いいたしますはい えー、以上ネクスコ交通管理隊隊長前澤勝井さんにお越しいただきました前澤さんありがとうございましたありがとうございました スイッチ押したならかけるは FM レディオ 76E、yeah. これで決まりだなその耳の音も FM コーナー構わず聞いてみな <noise> 心と心が繋がるレディオ俺は隣に押し寄レディオ76.1聞くなら FM コーナー FM コーナーから発信だレディオ761ヘッチェックしなレディゴシダーはもちろん皆さん FM コーナー 76E 「761君ならドム中にハマってしまいな fm むこさに」 さあ生放送送ジラジおおりりしておりますえーまあ、高速道路でのねいろいろこう落下物だったりとかまた高速道路でのね、うん、改めてのこの注意喚起ということで、えー、ご案内を前澤さんにねしていただきましたけれども、あのー、僕も高速をよく利用するんですけど、うん、たまにですねあのーまあ、追い越し車線ではなく、うん まあ左と右で行くと左の車線で車をこうまあハザードつけて停車している車があって、うん、でその車のちょうど左後ろタイヤのところに3名のご家族の方なんでしょうかねしゃがんだ状態で待機してるっていうのをえっって思いながら通り過ぎちゃったんですけど。っていうことも言ったらねあの多分事故か何かトラブルだと思うんですけど。 わかるあのー、怖いからね。高速道路って基本歩けないし、前澤さんもおっしゃってましたけど、うん、そういう歩けない場所なんで、車しかいないんじゃないす、い,いないじゃないですか。普段。人がいたらドキッとするんですよ。びっくりするよな。もうあのー、人が外に出てるなんて思ってないもんですから。うんうん、だからそのドキッとするだけでも。 なんかこうなんかドライバーの皆さん的にはおーってなるわけで、うん、なんかちょっとあまり良くないのかなっていうふうに感じますけどね、あのー、まっすぐな道に見えてやっぱりカーブもあれば上り下りもあるので、はい、ずっと見渡しがいいわけではないもんですから、うん、ふとした物陰にこう人がいたりとか車が止まってたりするとそれだけでやっぱりちょっとそっちに注意を奪われて事故につながりかねないなっていうのは やっぱり常日頃感じるところではありますねでまた週末の金曜日の今日もですし、はい、クリスマスの前後年末年始とやっぱりこうせわしくなってくると、うん、高速道路といえ時間帯によってめっちゃ混むじゃないですかあー混むねーで追い越し車線だけど、うん、もう徐行徐行じゃないけども、うん、低速でねうん、うん、歩かさないといけないシチュエーションもたくさんあるじゃないですか、うん、でちょっとスペースができたからいつも通りこうねアクセル踏むと、うん、気が付くとまたわーってね混んだりとかしてるんで、うん その辺も気をつけなないいとなと思いますねあ落下物多いって言ってたでしょ、うん、あのやっぱりこのトラック運転されてる方々の荷物が、うん、トラックからの落下物が多いらしいんですようん、うん、やっぱり。であのやっぱり高速乗る前は今一度やっぱり荷物確認してほしいよね、うん、あの縛ってちゃんと固めて。であのたまにトラックあの軽トラとかでもそうだけど。うん 軽トラの棒の先に長靴は逆にして刺してるのいるだろう。あるある。<laughs> あれ高速道路の時取ろうぜ。<laughs> ねえ。たまに靴落ちてるわけよ。風速でね、うんで。普通の道でも危ないけど高速道路でたかが靴だけどそんなもん乗り上げたらさ車もどこ、まあもうどこ向くか分かんないんで。うん 靴刺してる人取ろうぜ <laughs> もう手袋とかね何か押してたらやっぱドキッとするんでねそこら辺はもう皆さんで、えー、注意してやっていただきたいところですけどやっぱりあのー、ねえー、ブレーキ急にブレーキとか急ハンドルとかで、うん、その飛ばないでやろうと思ってたものがね、うんえー、何かに表して飛ぶ恐れもあるしあ、ね、落としてる可能性もありますからね。あ,あともう一個よはい 最近は見かけなくなりましたけど若者よ車から手出してから手もみもみしておっぱいの感触らしいぜっていうのやめようぜ8 0キロ本物そんなもんじゃないからお若者への継承なんですねそうそうそうそれでおおって言ってるようじゃまだまだですああまあお子ちゃまだみたいなそうそうそうちゃんと本物を本物は何でしたっけ本物は何でしたっけ本物 本物何でしたっけって何ですか <laughs> <laughs> ああてめえ何でもボケると思うなことない。さっき本物はこんなもんじゃねえぞって言ってたから。<laughs> そうそうそういや本物はもっとこうあれっすわ。お 福岡な。うん。夢が。幸せを与える。そうそうそう。ああ。わっす、わっす。言いようがないよや。気をつけましょうっていうことですね。はいや、あの、今日も普通に一般道なんですけど、もう偶字倒しのシーズンなんかな。めっちゃ、なんていうんかな。なんていうんですかあの、上のあり、沖縄、 えー、那覇ですあっち、看板や。青の、あるさ。もう、あれにスレスレだけさ、この積みすぎてから。あれも危ないよね。危ないよな。たまにあの、荷物がドンっていったんだろうな。下の方をかけてる看板あるだろう。危ないからね、本当に。だから、高さ制限あるんですから。あれなぁ。あの、葉っぱが散らかるのは、もう、沖縄はあるあるだと思うけど。一瞬、蛇かなと思うよな。ドキッとする時あるけどいやー平井物ね。 うんえー、あんまり乗せすぎるとやっぱそうなってしまうからねだからね、うん、まあそれぞれおののの注意がどうしても必要になってきますからね。あの朝刊にもですね大きな事故がありましたよっていうことで乗ってたんですよ。うん、でこれからもうね 誰も彼もっていうか、忙しくなっていくんで。そうね。ええ、一台でも前に、または一分でも時間を詰めたいって思う気持ちがあると思うんですけど。<うん S 2> 安全運転でね、ちょっと歩かしてほしいですね。いや、本当よ、今からクリスマスもあるし、<うん S 1> 年末正月もあるでしょ。はい。こんな時に、事故なんか起こしてさ。<うん S 1> ちょっと、ね。うん そんなのもう大変ですからね。そうですね。もう何もなく幸せに正月を迎えられるためにも安全運転しましょうね。はい。はい。さあ、メールも行きたいと思います。ラジオネーム、これは、ぎまさん。はい、えー。ごめんなさい、えー。4時8分のメッセージ、<laughs> 6分のメッセージを今、えー、ご紹介いたします。<laughs> はい、えー。モーリーさん、世紀さん、お疲れ様です。えー、今日はアジラジラストの金曜日。 正月断髪断髪したんですね。ナイス、正規さん。思いっきりモーリーさんと盛り上がってくださいねといただきました。はい、ありがとうございます。1イナイスいただきました。1ナイス。一ナイスあ。ありがとうございます。これ、なんか5ナイスとかたまったらなんかあるんですか、やっぱ。5ナイスうんうんあ。あるんじゃないマジか。おうん。おう今のとこ1ナイス。はいはいはい。じゃあ、まあ、今日のうちに5ナイス集まれば。うん なんかあるつうことで「ベルプラマスク」さん、うんえー、どうも「ベルプラマスク」です最後の「アジクルタラジオ」の金曜日関さん今年はありがとうございましたおかげで楽しく仕事ができました、えー、モーリーさんは今年まだまだ聴きますよよろしくお願いしますあそうですねあじ、えー、ラジ的には来週水曜日までということでうん、うん、えー、してクリスマスプレゼントの公開 もらうのもあげるのもあまり後悔の記憶がないですね、うん、小6まで本気で信じていて毎年「本」でした今となってはいろいろ考えるけど当時はしかったですね小6は21冊の文庫本のセットでした3<え>学期始まる前に読み終わりましたよあげたのも後悔がないというよりもあまり覚えていない、うん、クリスマスのプレゼントではないですが 誕生日のプレゼントであげて後悔したものがありますそれは占いにハマってる人にタロットカード、うん、レジでお金を払いながらハマっているのはえハマっているのはする方じゃなく見てもらう方やんけと自分に突っ込みましたねあれはどうかしていました占いにハマってる人にタロットカード、うん まあのー、受ける側の人にねそもそも本人になってもらうみたいな占い師になってもらうっていう展開なんでしょうね。は <laughs> <laughs> あなるほどね。いいじゃないですか。うん、それぞれ相手がこう趣味にしてることとか、はい、好きなこととか、うん、そういったのに触れてプレゼントできたらいいよね。そうですねねななかなか難しいんだよ、ね、いやでも振り返ってからよ、うん、本もらってたなって言いたいやつさ。

あのハリー・ポッター好きな人は、はい、ハリー・ポッターをもらうだけで、うん、まあその年のクリスマスハッピーですよマジな、うん、ハリー・ポッター見た時ある僕はないいや俺もないのよ一、うん、個もないわけうんあの映画とかやってるでしょはい、はい、あれも一個も見たことないんですよ<う>だから「ハリー・ポッター」についてちょっと後で少し二人で話そうぜ うちのいとこ今大学生なんですけどもうハリー・ポッター大好きすぎて実際にそのハリー・ポッターの国あるでしょイギリスかどっかにあるでしょあるだろ多分魔法の国だばいそうそうそう行ってるからねマジなほも好きすぎて「ハリー・ポッター」「ハリー・ポッター」だいう本全部持ってるわけああ「ハリー・ポッター」「ハリー・ポッター」かなりだから そんなにおしゃべりなことではないんですけどハリーポッターとかっていうとピッて反応してめっちゃしゃべるハリーポッターハリーポッターについてマジなあなたの知ってるハリーポッターの知識なんかあります僕ありますよ何ですかあの棒を持っているおお。ねうんメガネをかけている黒縁ねうん黒黒縁だったマールのねうんはいはいはい魔法の学校なんですよねはいはいはいそんなぐらいですね 多分叩かれますねこれれ <laughs> いやんか知ってるもん「ハリー・ポッター」について「ハリー・ポッター」についてお<う>えー、だから魔法の学校に行くんですよお<う>ハリーたちがあハリーだなハリーえ待ってハリー・リーポッターってハリー・ポッターなの<ん>名前ポッターなのああそれちょっとディスってるな<笑><笑> 違うそれはちょっと。<laughs> いや違う違う。だから名字がポッターなんじゃねえのかっつってんだよ。だから。だからハリーポッターじゃないパーっつってる場合。そんななんかデマなくじくような言い方はな。<laughs> いやいや待って待って待って。<laughs> 何もしてんよ。俺は知識としてそうじゃないかっつってんだよ。いや俺本当にわからないんですよ。マジでマジで。いやいや俺もわからないのよ。先生はいるだろう。 うんうん、どんな先生か知らないけどちょっと厳しい先生だと思うよああヒゲは生えてるイメージがあるああハリー・ポッターの先生先生はうんうん結構年配のねうんうん <laughs> 多分さこれハリー・ポッターファンからすると <laughs> あの読んでた本を閉じてからそれで硬いところで叩きたいんですよ多分 <laughs> 本当にもうこれはね触らない方がいいと思いますい、はい、知らんことを堂々とラジオで言うもんじゃないの <laughs> <laughs>、はい、チャレンジコーナーでしたはい ラジオネームともぶんさんはい、えー、DJ モーリー正規、こんにちはこんにちは正規、今日の天気は春ちょんでや浸透しなかったやということでいや別に狙ってないんですよあれ以来言ってないんですよだから <laughs> はいありがとうございますえー、そのともぶんさんですがはい、はい、えー、ゾイド持ってたわけええー、筋チュアやということでうんいやこれは多分ね僕正月の あのお年玉とかもろもろで自分のもプラスするからとかって言ってたと思いますああゾイドねいやゾイド僕もおねだりしたことありますよ、うん、記憶あるよほんで買ってもらったようんどんなのだったか覚えてない<ー>覚えてないけどまでも毎年そうですけど、うん、あのそういう欲しいものって必ずありますよねあるある やっぱ子供の中でも流行りもんとかかあるからね、うんまあ、友達が持ってるのが欲しいなっていう子ももちろんいるでしょうし、うん、でも最近の子供たちはどうなんだろうねそのインターネットとかを駆使してよ「うん、あこんなのあればあれ欲しいやつだ」みたいなことを言ってくるわけでしょ。 そううでしょうねーゲームかゲームが欲しいのか、うん、まあ選択肢としてねゲームもいっぱいありますからね、はあ、ゲームのソフトとかならまだいいけどあれやつだよやん、ね、ニンテンドースイッチとかプレイステーション4の VR とかはいはいはい XBOX とかね、うん、えどうしたのえ CM があと1本残ってる気がするんですねあ大丈夫です大丈夫です大丈夫ですかおんおんあ k、OK OK、あ,ありがとうございますえっシーサーさん,さんはいえー、はい旅行ったあごめん ギマさんですね、うんえー、クリスマスプレゼントをあげて後悔もらって後悔僕はも特にないんですが、うん、人はみんな好みが違いますからね、うん、そして商品券やギフト券何千円分とか入れたら誰がもらっても嬉しいプレゼントと思いますけれどもどんなですか好きなものを買えますからね<ー>ということで商品券の類ね、うん、いねいいと思いますよ、うん、だってそれが一番なんか欲しいの買えたりするわけでしょおー うん、中にはね「えーものがいいやんに」っていう方もいらっしゃるとはもちろん思いますけど僕もそう思ってた時期ありますけどうん、うん、今は全然構わないと思いますなるほど、はい、使い方をね本人にお任せしますよっていうところでそうですね、えー、青の軍団さん、はい、チースモーリー断、えー、注意断注意何か分かんないです 高速で手出してもみもみやったやつさあれよさらにリアル感を出すためにティッシュを手のひらに置いてやったらもっとおっぱい感感じられるぜして段注意正月パ八したってナイスゾウモウにナイスですね今あっにナイスすごいすごい最後のゾウモに関して怒りもなくナイス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 の方取ったんだはいまああとでちょっとあれします直で 連絡します <laughs> <laughs> あ,あれだなフェイスブックのメッセージで返すパターンだな。<laughs> うん、バカ野郎つって <laughs> いますか、えー、ということで今日の番組のテーマ「クリスマスイブイブ」とかでいいんですかね今ね,ねえ。なんて言っていいか分かります、あ、直前ということですな。クリスマスプレゼントもらって公開あげて公開こちらでメッセージをお待ちしています。ここまでははお母さんの幸せそれは家族の幸幸せせそれ家族 アイ,アイレディスクリニック株式会社上進組の提供でお送りいたしました。 Ladies and gentlemen. さあ時刻は5時になりました、えー、アジクルタラジオ2時間目ですけれどもラジオネームチェリーさんからメールいただいておりますはい。えこんにちは DJ モーリーさんセイキさん、はい、え今日は途中から参加ですはあ間に合ってよかったセイさん、はい、口内炎はしっかり治りましたかはいはいおかげさまでうん あのも,うだもう全然大丈夫です何が一番効果でした良かったですかやっぱ皆さんの心配してくれる気持ちあなるほど、うん、それをこうなんていうかばっと僕の口に集めて、うん、なんていうかこう治ったみたいな、えー、そういうふうに僕は感じています、ね、解釈してるはいそうですね、うん、だからこう皆さんのこの心配してくれる気持ち、うんうん、それがやっぱりこう僕の口に集め <laughs> あ,あ,あなたたの口に届いたわけですね <laughs> ビタミンよりも何よりも不足していたものは皆さんの声だったと <laughs> そのパワーでやーを苦したいやツはホ <laughs> 本当によ <laughs> でよかったな俺が元気玉とか使えんでやに食らわしてるところだぜ <laughs> 使,わ使えてたらそのみんなの元気を <laughs> いやあの元気玉はな誰が食らっても食らうからなあれはなあそれ食らうだろうよこ、はい、んなもん あのプレゼントいろいろと今日は話してますけど、うん、クリスマスプレゼントを調査してるんですよいろいろとえ誰があの調,査調査会社があ調査会社が調査したのを拝借してそうそう今から読もうかなと、はい、そういうことですなるほどあのねクリスマスプレゼント男性は4割以上が何もいらないって思ってるらしいです4割おおどうですか何か欲しいのあるって聞かれたらうーんってなるでしょうーんってなるけど、うん いいっぱいあるからあ,あなたはいっぱいあるんですね結果的にあ別にいいよっていうね僕もねなんか言われたら「うん今は別に何も欲しいのないかな」って言っちゃうえでも実際どうですかえ本当でねあのいろいろとこうインターネットの中から調べましたらですね、うん、えっとまあレストラン食事とか、うん、一緒に食事に行きたいだとかアクセサリー財布 等々が多いんですけど、うん、やっぱり一番多いのは何もいらないっていう回答で,、うんでね、年代別に見るとですねプレゼントの金額も結構ばらつきがあるんですよ。ほ<う>えっとまあ皆さんこれからプレゼント買う人は参考にしてくださいね。1位当てますか僕が。あっ 1? 1> <う>あじゃあ問題出しましょうか。うえっと20代から60代までの男女で。うん えー、一番欲しがってるプレゼントの金額が高い年代は何歳でしょうえ<へ>、はい、一番高い金額を、うん、こんなプレゼントが欲しいぜって言ってるこのこんなプレゼントの金額が一番高い、うんえー、年代って何歳ぐらいでしょう十10代ブブあごめんじゃあ、あのー、20代ですねブブ男性か女性かもありますからねへえ 女性ですね。じゃあね、はい、女性ですね。はい、わあ、40か30なんだよな。40ではい30代ですね。はい、<laughs> あの30代女性は平均して2万2000円ぐらいのプレゼントが欲しいと言ってるらしいんですよ。具体的でしょで、その他は1万円台なんですけど、うん、ただね。それあの男女でもばらつきがあって、うん、社会人、うん、えー。 男男性が女性に送るプレゼントの相場は平均してよ、うん、1>, 1万5千円から3万円ぐらいはあ<ー>その代わり女性が男性に送るプレゼントの相場は6千円あもちろんあります1万円から、えー、2万円の間ぐらいああなるほどだからまあ女性の方が高価なものを欲しがってるっつうことですねうんでもそれでもいいと僕は思ってるんですよ<う>、はい、でねえー、っとこれまた別ちょっと別でもあったんですけど プレ,ゼントあプレゼントちゃうわクリスマスに女性がここは行きたくないぜって思ってる場所がありまして行さんクリスマスデートで行くならどういうところ行きたいですか、えー、コース料理が出るお店あなるほどディナーね、うん、あ素晴らしいじゃないですか、えー、行きたくない場所、うん、第5位、うん、イルミネーション えー、これ意外でしょ意外。綺麗だけど寒いし混んでいるから嫌綺麗だけど寒いし混んでるから嫌うん、うん、実際イルミネーションを見てもそんなに感動しないからバレたくない早く帰りたいバレたくない、うん、バレたくないってなりわあ綺麗って嘘つきたくないっていうことああ<ー> <laughs> そういう女性がいらっしゃるみたいあとはね ファミレス居酒屋、うん、水族館等々とあるんですけど、うんうん、一番クリスマスに行きたくないところは、えー、相手の実家だそうです相手のあまあパーティーやってるからね <laughs> おいでよって言ってわちゃわちゃしてるから、はい、まあ多分これ多分ね家族だとそういうわけにはいかないと思うんですけどうん、うん、二人きりがいいとか。 まあそれは、まあ、そうでしょうねそういう話らしいです<ー>だからあの今年のクリスマスは彼女誘って実家行こうやさっ,って思ってる男性の方いたらやめた方がいいです、うんはい。なるほど <laughs> あとイルミネーションもちょっと警戒した方がいいかもイルミネーションなだからね僕なんかはイルミネーション見に行こうぜっていうタイプですから<う>どちらかというとおうおうだけど内心は,は <laughs> と思われてたんじゃないかと思うとちょっとねあれじゃないですかうん、うん、あの行ったことのある場所だったらはい、はい、ある程度こう想像できるじゃないですかまあまあね、うん、想像を覆せばいいと思うんですよねそうそうだからね結局あのこう行ったらもう今クリスマスシーズンでイルミネーションなんてもういろんなところでイベントやってるじゃないですか,、うん、か行ってみた方がいいですよ、うん、あのどうせ綺麗なんだから、うん、だから皆さんの想像を絶するこう場所だと思うんでね。 僕個人的にはですね、はい、南城市の新座扉近くの王国ってあるんですけど王、うん、国はい王国のイルミネーションはいいですよあお国って沖縄で一番寒いとこじゃない違うえっとねわからないあ,あお国そこにイルミネーションあるのあるんですよ自治会でその、うん、お金をね賄って毎年やってるとこあるんですけどはい、はい、そこまあちょっと階段登るんですけどねあのー いい感じのイルミネーションですねあそうそれはもうダーンとやってるわけ電気つけて、はい、ええー、それ有名あのー、知ってる人は知ってるというあそう行ってみようかなあとやっぱりテレビでも紹介されてましたけどはい、はい、名護市宮里のあるお家の、うんえー、イルミネーションですね毎年やってんだよね,ね毎年やってるみたいですね いや、あの、だから、いろんな、こう、家が、うん、ご自宅で、こう、電球飾って、イルミネーション。やるのって、すごいいいなと思ってんですよ。うんうん、なんかもう、華やかになるじゃないですか。やりたいですね。一軒家とかに住んでたら、やりたいな。おじゃ、来年ぐらい。<あの笑>い来年無理ですけど <laughs> やら。アパートの、アパートでやってる方いらっしゃるじゃないですかはいはい、はい。 なか,なかなか勇気いるなと思ってですよ僕はなんかアパートでやるんだったらねその大家さんがリーダーとなってトータルアパートを見た時に「お」っていうのがいいんじゃない、うん、あーみんなでね。いらみなきゃだけ「お」だったら<ー>なんかねかバラバラじゃないですかなんか「なんかおー?」 クリスマスだなって思う思うんですよ僕はあのあの一角だけクリスマス感ね <laughs> そうそうそうみんなでやんならいいんだけどな、うんはあまあ各地でやってますからねまあでも今年イルミネーションいけるかな行きたいんですけどね僕自身はねあとそうですね、えー、南城市大里の農道があるんですけどその能動を通っていくとですね、うん、カーブのこう途中に一軒だけ、うんうん、この 数字がたくさんあるとこ一軒だけ、イルミネーションがきらびやかに輝いてるとこあるんですよ。あ、その一軒家ではい。あそう。難聴者多いんだな <laughs>。あなたじ自分家の近くばっかり言ってっけど <laughs>、まあ、ま今、あ、近場で行くのが一番いいけども。 <笑><笑>まあそうねまああとイルミネーションといえばええ子どものクリスマスファンタジーがああそうですね。今日からあそうですかそうなんですよあまあもういいですねああいうところに行くとあの家族で楽しめるでしょうからね、うん、うん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 二十二22から来週の金曜日までかな、うんえー、やっていると思いますなのでこれから小座中付近え三々丸付近を通られる皆さんは、はい、日が暮れてくると 今日いつもにも増して混んでるなとも瞬間があると思いますので、はいはい、もうクリスマスファンタジーのね。ああ、そういうことか、影響もあるかもしれません。うん、いいな。街が明るくなるのはいいことですよ。うん、うん。なんかそういうのを見るとあクリスマスだなと思っちゃう。う おなかなかこう年齢重ねるとクリ,スあなんかクリスマスって感じしないなみたいなことあるでしょ僕もそうでしたけどもやっぱこうスーパーとかクリスマスツリーが飾られたりとか,、うん、なんかそういうのを見るとクリスマスだなと思いますね。なるほどう えー、先ほど、のチェリーさんあのメール途中なんですけれども、あそうですか失礼しましまた、えー、DJ モーリーさん、娘さん、保育園行けるようになってよかったですねということであ、実はね、本当、<ん>今日から登園なんですけど、もう今日までちょっとね、あのーまあ、大事を取り、休みなので、来週から一応ね、娘も行けますね、えー。今年最後の金曜日の放送ですね、いつも楽しませていただいておりますよ、また来年も楽しく拝聴したいと思います。 アジラジは27日までは放送ありますよね。楽しみにしています。ということで。はい、ありがとうございます。ラジオネーム、チェリーさん。あれどうしたのええ、なんでな、なにあの、娘はですね、うん、先週から、まあ、インフルエンザで。あ、マジかそなんで。そうなんですよ。えー、あ、そう、あ、で、今日から行ってんの保育園の予定だったんですけど、うん、まあ、ちょっとこう、咳等々がね、えー、あ,ありまして。 マジな。うん、あらまあ、ああうん、うん、まあ治ってきてるならいいですけど。まあ嫁もね、うん、まあその類グだったので。子供がかかると家族みんなかかるんじゃないの。あなた大丈夫なんですか。僕はね、なんかこう不治みたいで、痩せ <laughs> の不治。<笑><笑>え？<laughs> <laughs> <laughs> なんですかあのあ,ありそうね出ない。<laughs> 言い,い方痩せ <laughs> の,の大食いの次の痩せの使い方痩せの士見もう使わないでください <laughs> <laughs> ちょっと意味わかんないんだよ <laughs> ラジオネーム、えー「昼間の奥さん」はい「味噌歌」の皆さんこんにちはこんにちは18年前の今日ママになりました「昼間の奥さんよ」ええー、あそうですかおめでとうありがとうその日の朝もキーンと冷えていた 夜は那覇のイベントを撮影していた映像に雪らしきものが映っていたと翌日のニュースで知りました、うん、いつになったらふわふわ舞う雪を見れるかねさあテーマ「クリスマスのプレゼント」子供たちのリクエストは聞かないでよ辛くなるよえー、中身は何かなって開けるのが面白いんであって携帯意味られた時のサンタさんからの返事は「電話代を払う口座がないです」だったからね <laughs> それより誕生日の長女が仮免許合格したのよ。知ってた親が同乗する車の任意保険も18歳に下げるってさ。保険料倍ー。奥歯噛みながら行ってみて。保険料倍ー。今夜はピザ。ということで。<laughs> ちょっと最後散らかりすぎて何言ってるかわかりませんけれども <laughs>。あ、そうっすかあ。まあ、えっ、ー、と、トータルしておめでとうございます。はい。<laughs> おじゃあ娘さんの誕生日なんですね。 そうですね昼間のー、奥さんねこの、うん、面白い文の中に「はい、意味られて」とかさ随所にうちな口が散りばめられてるのが面白いんですよいつも。<laughs> あ,えー、<laughs> あのー <laughs> 昼間の奥さんさんのメール読んだ後ですね。なんかダメージ食らうじゃないですか。なんか、何かしらの。なんかそれもいいなと思ってます。あ、なるほど。街みたいな感じです。あ、街。昼間の奥さんさんのメール待ち。なるほど。なるほどね。まあ、気がつくとね。そういう、そういうことです。これで昼間の奥さんがね。一週間メール送らなかったら。僕らも含めて。リスナーさんもね。おやおやおやってなりますからね。どうしたんですか。ってなります。なりますから、これは。 これで生存確認をしてるっていう <laughs> メールであそうですから <laughs> そ,その手段しかないですからね <laughs> ううううリスナーさんとはねやっぱりね、はいえー、ラジオネーム青野軍団さん、はい、今から通るよ今コザボール編那覇向けマギートラックということで、えー、4時49分にいただいてましたのであもう通ってない <laughs> もう14分経過してるんでた通ったでしょうねう余裕で通ってるんですね <laughs> あ,あそうですかすいません全然気がつかないですよねなので多分青の軍団さんには<ー>多分ストレスをね与えたかもしれませんね <laughs> 早く早くと思 <laughs> ってたかもしれないですけども早く読め読め思ってたかもしれませんねあそうですかお仕事頑張ってください MJ さん <laughs> はいはイはい DJ モーリー世紀 MJ ですはい、えー、クリスマスのプレゼントもらって公開 んーそもそも人から物もらって後悔なんてしたことないけど、うん、一応僕のお家にもサンタさんは来たんだけどさ、うん、欲しいものとは全く違うおもちゃだったんだな、うん、クリスマス前に親がそれとなく聞いてるんだけどさ、うん、おもちゃ屋さんになかったり売り切れていたから買えんから適当にごまかされてる感があったな、うん、お一個目一個にはクリスマスのプレゼント買ってあげたよおじおばおじさんおばさんからもらうから 毎年すごい量になってたね、うん、で最近はサンタさんにお手紙書くのが主流みたいね僕も書こうかなミニスカートのよく似合う可愛い女の子って捕まるかなということで <laughs>、うん、サンタさんも捕まるでしょうね多分 <laughs> まとめて <laughs> まとめて<笑><笑>いやそうですまとめて捕まる、うん、だってサンタさんだってああそうかミニスカートの似合う女性かみたいなえー、っとあこの子みたいな捕まるだろう絶対。<laughs> <laughs> じゃあまとめて <laughs> まとめて捕まるんですね。え、俺思うんだけどさ、うん、この「おいっこめいっみんなでパーティー」も大賛成なんですけどただ「もらいすぎ」っていうのが、うん、本当に気になってて「もらいすぎ」っていうのはさ、うんまあ、時代が時代だからしょうがないんですけど、はい あのー、今ね聞いてるリスナーさんのそれぞれのクリスマスの時って 1>,、うん、1個とかじゃないですか言ったらいや大体プレゼントは1個よですよねいや決まってんねそういうので欲しいものが1個でまとまっていればなお嬉しいのことだったじゃないですか、うん、そうそうもうそれはあなたみたいにい欲しいのいみんないろいろある中で「うん、サんダさんにお願いするんだったらこれ」みたいなので、うん、それをゲットするわけじゃないですか、うん ね、いくつももらうやついいんのいやあのなので、うん、あのおじさんおばさんがいっぱいいたらははそれぞれからもらうんであ<ー>そのプレゼント1個開けて「やった!」が3個4個もあるってことなんですよ言ったらまあそういうことかいやこれ考えもんだなまあ僕あくまでも一意見ね<ー>でそれであの次何明きを何明きになると 1>, <ー>1個の 開けるこの何て言うんですかあの楽しみが薄れるじゃないですか,かいやー僕も昔やったことありますよ、うん、大昔の彼女にプレゼントを買うっつって、はい、で何が欲しいか分からなかったんですよ、うん、ほんで考えたのがいろんな箱にいろんなの入れて。 あげてみようって思ったんですよ。いろんな箱にいろんなものをあげて。ああ、入れて、入れて、はいはいはい。で一個一個包んでね。で開けたら、はい、これが出てきました。これが出てきましたみたいのやろうと思ったんだけど。実際やったんだけど。もう意味わからんって言われたからね。なん、なんとか、一個でいいって言われちゃったのよ。意味。いだから、あのね、と、というのも、そもそも、そんなにもう学生の頃で、お金ないじゃないですか。はいはいはい。だから、もう、安いのいっぱい買ったのよ。うん。 や,やれこうこのななに、えー、リップクリームだ、うん、あーやれ、えー、マフラーだみたいなうん、うん、安いのいっぱい入れたんですよ一、うん、個一個包んだのよじゃなくてトータルで一個でいいんだよって言われちゃったんですそういうこともあるなと思いましてそれはちょっと後悔してんだけどだあなたにみたいにそに何個も何個もプレゼントになれちゃうとうよ逆に。うん え今年一個みたいななことになるわけでしょそう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 そ,うそれもちょっとお年玉だったらさはい、はい、僕は全然ありだと思ってるんですけどままあまあ,まあたくさんももららってもいいからねそのプレゼントはよ、うん、ちょっとうんうう、ね、何かなって楽しみにこの1個を開ける感動みたいなやつをちゃんとしてほしいよな。 が大人の皆さんみんなからあなたにだよみたいな感じでみんなに感謝っていうねそういう瞬間だったらなおいいなと思ってるんですけれども、うん、また、あのー、あげる方も、うん、なんていうかもう選びに選んでこれにしたみたいな、うん、ストーリーがそこにあるわけじゃないですかそういうのもちゃんと分かっててほしいよね。 いやそうまあ子供だからな分かるか分からないか分かりませんけどもこれクリスマスに限らずそうなんですよ誕生日にしてもはいクリスマスはサプライズなのんクリスマスはサプライズじゃないよねだってもう子供たちもらえるの分かってんでしょ うん、もうあれさバレンタインデーの13日<お>まあ前の日の男子みたいな気持ちさもらえるだろう <laughs> もらえるだろうだろうの話な、まあ、<お>最低ギリは4個はいけるかなのあの感覚でしょ多分それでもらえなかったら死にショック受けるけど <laughs> まあまあまあクリスマスはねうん,うん、うん、まあでもいい子にしてないともらえないみたいですからねあそうですよやっぱりうん、うん、はいはい えー、MJ さんから、はい、そういえば昔残業で10時くらいにいつものようにホテル街通って帰ろうとしたわけと、うん、そしたらよ大渋滞であれ今日なんとか祭りだったのかなと思ってたらクリスマスイブの日だったさ、うん、心の中で俺は今仕事終わったばっかりだけどみんな今から一仕事するんだ頑張れよ <laughs> と思ったさ <laughs> えー、モーリーとセイキーも順番待ちしていたでしょう <laughs> ということで MJ さんからいただきましたな,なんか人ひと仕事ってう <laughs> <ジで> <laughs> あ,あのー、<laughs> 下ネタをぶっこんでるんですけどなんかやっぱ哀愁感じるなちょっとだからどこか寂しさをなんか感じますね感じるんだよな,不思議だなああああありがとうございますあのー、クリスマスのシーズンあうんクリスマスのシーズンに、うん、あのー、若い時ですけど もうクリスマス一人だから一人の連中集まって飲みに行こうっつって<う>飲み屋行ったんですよ、はい。そしたらサンタさんっているんですね。ちゃんとお,お,お店にもうたくさんいたんですよ。サンタさんが <laughs> <laughs> 本当本当びっくりしたの。本当にサンタさんじゃんって思ったもん。俺多分ね。これで <laughs> あの笑ってる人は心当たりある人ですからね <laughs>、えー。もうええ。 さあ五時のオープニングは久しぶりにケミストリーでーマイギフトトゥーユー2008ウィンターバージョンをお送りいたしましたこの放送は社会福祉法人人福祉会道保育園花風三里保育園の提供でお送りしています さあ生放送「アジラジ時刻は5時28分になっています、えー、今日の番組のテーマ「クリスマスプレゼントをもらって公開あげて公開」というテーマでお送りしておりますまああのーうん、変な話ね大成功もあれば、うん、あちゃーっていうものもありますからねどんなやって相手の欲しいものを調べるかって思うんですよねうん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 、うん、まあ,あの相手がそのお子さんだったら、うん サンタさんにお手紙書いてみたいなことでもいいんでしょうけど。うん、例えばそのそれが彼氏さん彼女さんとか、うん、あと奥さん旦那さん。みたいな相手だと。ズバリ聞いちゃっていいのかなって思うんですよ。ああ、なるほど。で、僕サプライズするの好きだけど、されんの嫌いなんですよ。<laughs> あもう僕も同じですよ。わかる。かるはい。するのは、もうなんか、ほら、相手が驚いたり喜んだりする顔。うん。 もう、なんか嬉しいじゃないですか、こっちも。だけど、されると、何や、俺に黙ってやってる場みたいな。そういう捉え方なんですか。そう思う。んですよ黙ってやってる場。教えれやって思う。あ、教えれや。まあ、言ったら恥ずかしいんですよ。あ。それ自分で言っちゃうんですね。そうそうそう。だから苦手っつ。ことなんですけど。ね。うん。だから、いかに、こう、相手の欲しいものをうまく聞き出すかっつうのが、なかなかいつもの、こう。もう、苦労するところでして。 あのー、サプライズでドンピシャこれが欲しかったって当たる確率ってどれぐらいなのかなうんうん、うん、いやもう随分低いと思うのよもう見事にっていうね感じの例えばこのカバンが欲しいって思ってることが分かったとするじゃないですかうん、うん、だけどどんなカバンが欲しいのかっていう考えたら分かんないじゃないですかうんで、ね、今あんなカバン持ってるけど あんな形のが使いやすいから、それがいいと思ってんのか。それとも流行り物あんなカバンが欲しいと思ってんのかみたいな。<あー S 2> そういう深いところまで調べられないっつうかね。財布とかであったり、なんでもいい、んでもいいんですけど、かばってただかばんつったんですけど。だからね、そういうのね、うまくね、こう調べる方法ないかなっていつも思っちゃうんですよね。<ー>どうですか、義ぼさんの場合、なんか相手が欲しいものを探ることってありますか。<うん S 2> えっと、一応ですね、<うん S 2> まあ、こう見えても。 今までの話っていうのはちょいちょい覚えてるもので、うん、このプレゼントに関しては少しこう驚かす自信が。 あるんですよ <laughs> なんでや自信なさそうに言うも <laughs> あんのか本当に。に <laughs> やこれ俺の思い込みだろうなと思ってるところあるんですけど <laughs> 確かにそうよ、はい、男思い込みだこれ。<laughs> 相手が喜んでるんだろうなみたいなのもああじゃああれだ喜んでもらってるんだじゃあ <laughs> 逆にう,うわーみたいなことですよ <laughs> 逆に、なんていうか、こっちが喜んでくれてるかな、ちらだけど、相手からしたら。喜んだら、あいつ喜ぶんだ。そういうことじゃないですかね。まあ、ごめん、あのー。<laughs> 難しいな。これ難,難しいですね。はい、あど、やっぱり、まあ、女性の方が一枚も二枚も上手だと思いますよ。だから、あんまり、この、でも、女性の方からサプライズとんってされたことはない気がするんですよね。おー まあなあんまりサプライズサプライズって僕らが言っててもね、うん、これでサプライズ期待しちゃうってもうちょっとあれですからね、うん、言うなやって思ってる人もいるかもわかんないしね <laughs>、はいえー、何年か前にわらば3人から目をキラキラしながら欲しいクリスマスプレゼント言われたけど、うん、これとまぶんさんからねはいはい弟か妹、うん、はっ 経済的に3人で打ち止めって契約なので苦笑いしながら断ってっさ。石、うん、が男3人だから女の子欲しいで悪けど、また生きがだったら怖いさねということで、えー、<ー>子供たちからお願いされたプレゼントは弟か妹が欲しいという。なるほど、兄弟が欲しいということですか。ううううんんんん いやこれはでもすぐパッとプレゼントできるもんではないからなでもさ僕の捉え方はめっちゃいい育ち方したなって僕は捉えらずああそういうふうにお子さんが言ってきたらね、うん、うん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 まあ言ったらその今家族仲いいからもっと仲いい家族が欲しいっつうことでしょ、うん、そう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 そ、ん、いやいやいいうそううそいそう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  ただただやっぱりこの大人の事情でうんって思うみたいなパターンも当然あるわけですからね。ということでしょうね。うさあアジクーターラジオ放送時間も残り三十分切っておりますけれども、えー、まだまだメッセージを待ちしております。さあ時刻は五時三十二分になったところです。えー、次は子どもたちのコーナー未来課内の時間です。カフ日中保育園プレゼンス未来課内。 さあ子どもたちのコーナー未来ないこのコーナーは社会福祉法人人福祉会道路保育園花風三里保育園の提供でお送りいたします、えー、今週は沖縄市三里にあります花風三里情報なんですが、えー、花風三里では今日がクリスマス会で道路保育園では来週の月曜日がクリスマス会ということで、えー、クリスマス会自体が分かれているんですけれども、えー、今日はですね花風三里の、えー、主任の方にお話を伺うと 1日を通してそのクリスマス関連の、ねえー、まあパネルシアターだったりとか、えー、まあ1月20日にやる発表会の、ね、催しを少し、ねえー、お披露目したりとかあったそうなんですけれども、えー、子供たちが一番こう楽しみにしているサンタさんの登場ということで、えー、今回、ね、1 9 4ンチのサンタさんが 園にやってきまして、えー、子どもたちと、えー、とても楽しい時間を、ね、過ごしたという報告を頂い,いておりますあのーまあ、この花粉美ミサトの担当職員の方が、えーまあ、インターネットとかで今本当時代は便利ですね本当にね、えー、沖縄市またサンタボランティアとかってこう検索をするとおそのボランティアでね、えーまあ、この日に向けて えー、サンタにっていう方が登録されてるらしいんですよね。でそれでこう発見をしていただいて、はい、でその中から、まあ、奥様は日本人でで旦那さんがこの外国人というね、えーまあ、1 9 4センチですから、まあ、もうかなりこう大きい、えー、サンタさんがやってきてでしかも。 車から降りてきた段階でもうサンタさんの状態でで子供たちをねそんなことをつゆ知らずうーサンタさんが来たっていう確認は音で知ることになったそうなんですけれどもこのブーツに鈴をつけてでサンタさんがね、えー、どんどん上がっていけば上がっていくほど鈴の音がね子供たちに近づいていくっていう状況が生まれてでまあ 外国の方なので、えー、で、また奥様が日本の方ということもありまして、片言の子日本語がお話しできるというね、えー、こともあって。 えー、75名の花風ミサトの子供もたちもです、ねえー、例年になく驚いてでまた、あのー、よーく目を見てみるともうブルーの瞳を、ね、しているこの外国人の方なので,で子供もたちもです、ね、本当にもういつもだったらね、えー、どっから来たのとか,なんかいつも元気な感じで言葉を発するらしいんですけど今年はね一味違ったみたいですね。 もうこの、まあ、背の高さっていうのももちろんありますし、ね、目を見てもブルーだしでまた、まあ、ブーツを見ても鈴ついてるしっていうところでもう本当になんかこう今日の空気が、ね、違かったということなんですけれども、えーまあ、各クラス代表の子がですねだいこうプレゼントをね一人一人こう受け取ってじゃあこれクラスで分けてねとかやっていくんですが、まあ、この、えー、サンタさんはですね一人ずつ名前を呼んで。 えー、直接プレゼントを、ねえー、手渡すということをやってくれたそうですね、まあ、中にはねやっぱりこうあまりの,その迫力とか、えー、サンタぶりに驚いて泣く子もねいたそうなんですけれども、まあ、ただただこう全体を見てみるともうかなり感動した、えー、とても笑いに、ね、包まれたそんな、えー、クリスマス会だったという報告をいただいております。 大体、ね、60歳から70歳ぐらいのサンタさんだったという、ねえー、お話ですけれども、かふうみさとの方には、一足早く、ねえー、クリスマスのサンタさんがやってきたそうです。さあ来週の月曜日は、沖縄市東原にあります、道ち保育園のクリスマス会が迫っていいいます来週は道保育園情報をお送りしていきたいと思います。 えー、この未来家内の放送もですね、えー、27日までということですね年内はねただ保育園は28日が保育納めで29日からはお休みに入っていくということでございます、えー、今週は沖縄市花風三里情報をお送りいたしましたこの放送は社会福祉法人人福祉会道代保育園花風三里保育園の提供でお送りいたしました さあ生放送「アジラジ」週末金曜日2017年の金曜日の「アジラジ」は今日でねラストとなりますけれども、えー、今年1年はいらみ皆さんはどんなでしたかねああそうですねいや、えー、楽しかったっすよ、うん、2017年も番組でもいろいろなリスナーさんに楽しいメッセージをいただきながらおガミガミ言っちゃいましたけれどもあガミガミ言っちゃったはい<お>言いましたけど本当の僕は そんんななガミガミうタイプの男ではないんではいすねどんな人なんですか一体そうですねやっぱりこう優しさにあふれた、うん、こう皆さんのことを、うん、愛を持ってこう接したいなあと思ってるんですねあ気持ち的にはね <laughs> 接したいなと思ってるんだけれどもそうそうそうみんなに甘えたいと思ってるんですね僕はね甘えたいだからみんなのメッセージが こう僕を支えてくれてるんですね。来年これでいきましょうか <laughs> このスローな何何何何何ですかスローな感じでツッコミしっかり。あスローな感じでですか。ううん、うん えいや振り返れば僕は別にそんなあれですよガミガミ言ってはいますけどツッコミはそれほどでもないんですよだ,だからあの困っ,て困ったんですよ今年一番困ったこと教えますはいあのモーリーさんと話しててどんなですかって言われることたまにあ,るありますけどあの僕がこう何かとこうわーって言うもんですからモーリーさんってボケ担当なんですかって聞かれることはたまにあるんですけどいやいやモーリーボケじゃないんですよ無なんですよっていうんで言うんですよ。 ということですかみたいな説明をね、なんかちょいちょい入れてたなっていう、そんな一年だったような気がします、ね。あ、誰に言われるんですか、この。え、わかんないですけど、あ、いや、リスナーさんなんでしょうね。友達からも言われましたよ。あ、そうですか。はいはいはい。あ、そこはもう気にせず楽しんでくださいとは言ってますけども。あ、そうですか。はい、だから、来、二千十八年はちょっとあなたも頑張ってもらえますからね。<あ>あ<の>頑張ってもら。そうそう、だから、僕がもしちょっとボケたら。 はい、もしボケたらですよ、はい、ちゃんとこう突っ込んでほしいということですよだから来年の目標は僕はボケようと思ってますあボケにか変わるっていうかまあ、まあ、まあボケ突っ込みないですけど僕らの中で、うん、あんまないですけどそういうのもチャレンジとしてやっていこうっていうことですよおいいですねおい <laughs> そういうことなんだよ<笑><笑>いいですねじゃねえんだよ あなたもちょっとそういう意味ではちょっとちゃんと言ってもらわないとあ,あ他のアシスタントも多分みんなそう思ってますからね何て思ってるんですかねいやモーリーさんからのツッコミ欲しいわと思ってるんですよあの嫌な意味に関しては、はい、あのモーリーさんとの調和を大事にしたいって言ってたからねっていうし言葉に重みがあるよ調和んでアニアらしいな <laughs> <laughs> どういうことや 親やんとかはは安安心心だわそううい意味ででほらあいつは僕よりガミガミ言うタイプじゃないですかあ本当ねそう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 あのワニの指を手入れてでおもちゃがるじゃないですかはいはい歯を押したらガブってやるやつあんな感じどの歯押してもガブっといくだろ危なさよマジでいや彼女はね年明け心配ですわ本当にいやまあそうねまあ来週まであんでしょ だから水曜日、親やん登場するから、うん、あの2017年どうだったかまた聞いてみてくださいよ。そうです、ね、彼女にね、はい、そしてクリスマスどうだったか聞いてみてくださいよ <laughs>。わかりましたハラクロピエロさんよモーリーさん、関さんこんにちは,こんにちはクリスマスマ昔かクリスマスのプレゼントで初期のプレステとドラクエ7もらった時はめちゃくちゃ嬉しくて、うんうん、親は神様だと思いました。 なるほど。兄弟3名にワンセットのプレゼントでしたが感謝しかないですねとうん。うんあ、兄弟3名で、えー、このプ,レステプレステとドラッグ A7 ねーっていうことでもらったってことですねあいやーもうこれはテンション上がるでしょういやーいいじゃないですか親は子供のために全然知らないゲームのことを何とか調べて買ったんだなーと考えたら子供ながらに親孝行しないとなーと真剣に思いました。 はあ、でも「ドラクエやりすぎてちゃあやりすぎてちゃあ怒られ」でしたね「うんうん、昔できなかった親孝行は今年のうちにやってみようかなでは時間まで頑張ってくださいね」ということでなるほどいやープレゼントする側もねやっぱりこう欲しいもの欲しいものって探して特にこの今の僕らもわからないですけど今のその子供たちが何を欲しがってるのかっていうのをまずら、うん、調べないといけないわけですからねうーん。 いやー大変だと思うで調べてあこれかと思って買いに行っても人気のあるもんだったらね、うん、なかなか手に入れるのも大変でしょうからねそういった意味ではもう親御さんは大変ですね。大変でですようん並ぶでしょ多分だからなあーどんなこのプレゼント買いに行って、うん、1、あのー、一人で行ってさ、うん、あの変な話しない 例えば、うんうん、女性にプレゼントするっつって、うん、女性のショップとかに入れる。あ、僕全然平気。あや <laughs> そ、そうそう。僕は全然。あ、そう。僕恥ずかしいんですよね。<お>なんか。ういやましいのかな、なんか。なん,なんでよ。<laughs> やましくはないだろう。<laughs> いやだ、別にあれよ、だってまあ、店員さんなんて、あ、プレゼントなんだなって、わかるよ、だって、ちゃんと包んでくださいねって言うんだから、俺だって。うんうん だ,だけどなんか恥ずかしいですねそういうのはねまあ確かにねでも大体は、ね、そういう現場でなれないんじゃないですかなかなか普段行かないからねだから子供のおもちゃを買いにこう行くのもちょっとどうなのかなと思ってます僕はあそうですかうん,うん本当にこれでいいのかなってやっぱずっと最後まで思うと思ういやそれは思うよねやっぱりね、うん、で開けてもらった時に 本当に喜んでくれればあその時あよかったなってやっと思えると思うんだけどうんうん難しいですねまあまあまあでもまあもう今週末ですからねはいはい助っ人にならない助っ人さん、はい、モーリーさんセイキさんお疲れ様ですお疲れ様ですしてからに高校の時、うん、いい感じだった女の子へ、うん、クリスマスプレゼントの中にアームボックスで買ったロリータ系のパンツを頑張りで入れたら <laughs> 翌日から連絡取れんくなりよった。<laughs> イサンケイシムタンと思いました下着あげたことある俺ない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 俺もないそんなのできないですよあの頑張りでよ昔国際通りにインナハっていうゲーセンがあったわけああデージのおおなんかそっちの2階に行ってたわけよでそこで脱衣マージャンあったんですよで買っていったら本物のパンティーがあの丸いガチャガチャに入って出てくるわけ 相当かたんと出てこないんだけどおうおうでゲットしたんですよ友達とうん、うん、でそれを頑張りでその友達の女の子に「あれ?」<laughs> っからあげたんですよ死に怒られましたから <laughs> <laughs> なんかすの大人だったらまだしもよある程度ねはい、はい、大人だったら <laughs> 大人でもダメでよや下着あげるのはちょっとダメそれ対応ネタにできる人いるさあまあねまあね、うん いいやいやほら一応あれじゃないですか分かりませんけど、うん、あんな下着履いてほしいなみたいな願望は男って一応あるなのでそれをでもそれを下着を買いに行く勇気がないよね逆にああそれはちょっとできないなあなたみたいなノッポさんが下着コーナー行って死にかヒラヒラのパンティー買ってからよ店員さんが「あ、はい このノップ稲垣にこんなのあげるパンみたいな嫌な変態やみたいな思われるわけでしょあのー、ね、うん、目線こそ少ないにしてもみんなお客さん心の中で思ってるはずね絶対思ってる<ー>いやーちょっと緊張しますねでもねそういう意味ではね、まあ、下着あげませんけどあ、はい、げるのって、うん、厳しいんちゃうっていうのはサイズ抜兵一番おあ,りさも、うん、あ洋服とかはそうよね特にね まあ洋服はなん,なんていうのあこう大きかったけどって言えるけどああ、うん、下着とかで大きかったりちっちゃかったりとかしたら <laughs> 私こんなだと思ってるのとかっていうことになるさ <laughs> あうう <laughs> まあ確かにないやでもほらパンティ伸びるさ <laughs> あや <laughs> <laughs> <笑><笑>口を紡ぐんじゃない <laughs> 一応俺も言っといてなんだけどよヌ <laughs> がパンティ伸びるさ <laughs> <laughs> 一応一応よ MJ さんからいきましょう一つ思い出したっていうことで一昨年だったアジラジの忘年会で、うんうん、ああやりましたねプレゼント交換なんだけどお<ー>僕はワインを買っていったわけ<ー>でいざプレゼント交換僕がもらったのが「屋敷鷹人の中古 CD <laughs>」これ50円って値札もついていた。 正直イラッときて CD 叩き割ろうかと思ったんだけど、まだ寄ってなかったし、ビール瓶やリモコンがなかったので、普通地雷で受け取ったよ。もうまじまんじ。なんで屋敷隆じの CD だか誰か買ってきたか。おととしですよね、確かね。だったかなうん、そのぐらいだったと思う。あ,ありましたね。俺何もらったんだったかな覚えてないな。ありましたねあたたな。ななあ田さんの時何買っていったんですか ん覚えてない覚えてないな覚えてないなあそうプレゼント交換ね大人になってやるのも楽しいっすよねあ,あこれやっぱり値段決めてねやったりとかすると面白いっすねああそっか今年はないなやりたいっすねまたこれはやっぱりどの世代がやっても面白いんじゃないですかだからな、うん、センスが問われるよセンス問われるし大体半分以上逆に走るけどよ俺マジでいくからよこういうのあそうですかマジでいくマジでいく いやでもこれねあの人からじあ「これ誰ですかあげた人?」ってなって手あげたらね「お!」ってなったりあるじゃないですか、うん、そういうのね、うん、一回プレゼント交換でよ、はい、手作りのぬいぐるみが当たったんですよ手作りのぬいぐるみ、うん、男からのよ手作り手作りのぬいぐるみっていうか、うん、こうハンドメイドで作った壁にかけられるふわふわの顔なんかね魚なんですよ <魚>もう分からんだろ、うんうん、その時は愛やと思ったん、ね、でさすが一応あれだよおっ可愛いじゃないですか飾,る飾りますっ言,っ言ったけどねもうそれもどこ行ったか分からんしずいぶん昔の話ですけどねえグ黒ピエロさんはい、えー、そういえば今年で最後のアジラジ金曜日なんですねうんお子さんの生まれたモーリーさんと優しさにあふれた愛のあるイキさん今年はアジラジラを たくさん聞いた1年でした。本当に楽しかったです。来年も愛のある放送を楽しみにしています。えー、ラジオ図体ですが、大人になって人にてめえと言われたことはいい思い出です。<laughs> セイキさんは覚えてないと思いますけどね。<laughs> つってね、ラジオの楽しさを教えてくれたアジラジには感謝しております。ということで。はい。あ,あれ僕そんなこと言いましたっけあの、今日、ニナイス来たんですけど、<laughs> はいはい。 1いてめえが入ってるんでさっぴいてこれ <laughs> ナイスがナイスのもね <laughs> あおいおい <laughs> おい <laughs> ええ、<laughs> あのだから<笑><笑>まあいいやもう来年や <laughs> これはもう来年から片付けようあ今年はいいよもう <laughs> あのリスナーにねてめえっていうのはあなたぐらいですからねいやいやいや僕だけじゃないですやらっちも言うでしょ言わんだろう 言ってほしいぜ言わんだろ言う親やんれないでは言うでしょ親やんいはねっいまかねあなるほどうでしょうねうそ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 い。そう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 そ本当ですか？あなたぐらいだと思いますよ。うそな。遠う遠慮しないの。いやでも僕はこうやってほら口悪くそうそう言うかうしれないですけど、そう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 そ愛。そうそうそううリスナー愛。リスナーうそ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 う もうリスナーさんんもみんなもう大好きだぜと思ってるまあでもねそのごく一部の原黒さんが <laughs>、はいえー、大人になっててめえって言われたことないっていうね <laughs> ところで衝撃を受けてますけどねあんまりいい思い出ではないにこれもからんけど本当は言われない方がいいんじゃないば一応マジで大人になっててめえって言われたことないからな <laughs> あ言ったらあなた一番僕に言われてますからねてめえ関係は <laughs> 全然全然覚えがないか響いてないばあやだから まあまあ来年なこれな、うん、えとも文さんはいてめえ言っててしヤシがアシスタントのヤラミーに「やーっていうモーリーも似たかたさに「お疲れ様でした」ということで <laughs> はいありがとうございました <laughs> まあいいですねまあでも2 0まあ年内最後ですけど、うん、節目つけるのは大事なことですけど,なるほど一周開くだけですからああそういうことかはいはいそんなもんそんなもんでもないですただただ<は>2018年からは僕はもう 丁寧語でるデスマス帳すべておお<ー>あ,あなた方って言いますあなた方、ええ、あ複数に対してあなた方もうリスナーの皆さんにはあなた、うん、もうてめえとか言わないですあじゃあもう本当にあのーはい、今まさに今聞いてるそこのあなたに届けるような感じのあなただそうですそうですあなたって言います <laughs> <laughs> どどうぞどうぞぞなな,ないわないわ <laughs> えー、青野軍団さん、はい、司会者はアシスタントを「やーよ」っておっしゃいますよね、うん、といただきましたあなたのことですねそれはおねえ言葉なんじゃないですか僕の <laughs> おねえ言葉ですかお前は <laughs> 使わんだろ聞いた時ないよや いろいろね、ディスナーさんをね、いろんな言葉を拾ってますからね。いやーよって言うよな。言いますね。しかもよ、ヒッチンユーバーよ。いやーも、いやも大概口悪くなってきてるから、本当に。あいやー、何がいや感化されてるな。あ、いいっすよ、いいっすよ。ええ15番目の男さん。はい。女性用下着ショップで、 変態熱視線浴びたことありますよとでも店員さんに相談したら快く探してくれましたということであ<ー>あ<ー>まあ味方につけないとねこの辺はね店員をや、うん、あ分かる分かるわかる 1>, 1人だと無理ですからうんうん、うん、戦えないよはい開、うん、けれない <laughs> いやだから下着あげれないああそういうことね <laughs> さあもうラストの、えー、週今年のね、えー、金曜日のアジアラストですけれどもはい、はい、一言ありますかあはいえー、2017年もリスナーの皆さん、えー、本当にありがとうございましたまだ一週休んで2018年にお会いしましょう今年もお世話になりました皆さん良いよお年をお迎えくださいありがとうございますもうこんな感じであもうもうさらっとわかりました、はい、じゃあ来年は1月の、えー、5日の金曜日のね登場ありますので よろししくお願いします。この放送は社会福祉法人人福祉会道代保育園花風三里保育園の提供でお送りしました週末金曜日お相手は DJ モーリーと伊良美沼聖樹でした